統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますので、ご利用ください。大井競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、3レースと5レースの2つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、 2レースと4レースと7レースと10レースの4つのレースとなります S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます大井競馬3レースの本命馬から解説していきます本命馬は8枠13番グレースショコラですこの馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は45%を見込んでいますまず 本命馬の指数、グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、3。走前の指数の2。3で連帯目安の黄色線を11上回っています。一方最低の指数となっているのは、4。走前の指数の7で黄色線を5下回っています。本命馬の能力はまずまずです。 他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の12で本命馬のピーク指数に対して11下回っています最低指数に対しては5上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります次に 黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の12で本命馬のピーク指数に対して11下回っています最低指数に対しては5上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります以上より他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり 若干のリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1400メートルとなります指数がピークとなっているところは3走前は紫の丸が1200 1200が適距離ですが過去1年1300以上の出走履歴がありません1400への距離延長適性は不明でリスクです 展開面を見ていきます。レース展開はミドルペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、3。走前はオレンジの四角が3番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は11で3位です。上がり指数は3で7位です。まずまずの先行力で。 好意につけられそうです以上より本命馬の適性は展開面が高評価できます一方距離適性がリスクです適性面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります適性面には多少のリスクはありそうです冒頭 この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが、そこまでの勝利確率は望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。笠松競馬から推奨レースを紹介します。 本名馬の偏差値ランクが S ランクのレースは本日ありません。本名馬の偏差値ランクが A ランクのレースは1レースと2レースと8レースの3つのレースとなります。A ランクの本名馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。笠松競馬1レースの本名馬から解説していきます。本名馬は5枠5番北線キング王です。 A ランク、勝利確率は35%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、タバトの力関係から見ていきます。近走で、今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、4走前の指数の25で、連帯目安の黄色線を17上回っています。一方、最低の指数となっているのは、2走前の指数の -2 で、 黄色線を10下回っています。本命馬の能力は、まずまずです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の12で、本命馬のピーク指数に対して、13下回っています。最低指数に対しては、14上回っています。この馬に全ての条件が揃えば、 逆転の可能性も多少はあります。次に黒三角を打った馬の指数、グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、4。走前の指数の2で本命馬のピーク指数に対して2。3下回っています。最低指数に対しては4。上回っています。この馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります。以上、より束との力関係からは他の有力馬にも。 逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります次に本命場に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は800メートルとなります指数がピークとなっているところは4層前は紫の丸が1200昨年の10月は1200 1200が適距離ですが3層前の紫の丸 今回と同距離の800で低指数となっています800は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきますレース展開はスローペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは4走前はオレンジの四角が4番手から昨年の10月は3番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです 先行力分析シートへ切り替えます。先行力は7でトップです。上がり指数は10で2位です。楽に好位につけられる高い先行力を持っています。開催場適性を見ていきます。笠松では他の開催場と比べて指数を落としています。以上より、本命場の適正は展開面が高評価できます。一方距離適性と開催場適性がリスクです。 適正面にはリスクがありそうです以上の分析をまとめますと他場との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります適正面にはリスクがありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は35%と申し上げましたがそのくらいの勝利確率しか望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです